新加入選手の皆さん、本日集まってくださっているサポーターの皆さんに向けて自己アピールを兼ねたご挨拶をご自身の言葉でお願いいたします。前田選手からお願いいたします。前田僕はドリブルが武器なのでそこをぜひ見てください。マラブ君にも負けません。よろしくお願いします。こんにちは。再びマリノスでプレーできることを本当に誇りに思います。そしてマリノスのために僕の全てをかけて戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。高橋選手です。こんにちは。ジュニアユースからとても時間がかかりましたが帰ってくることができました。早く日産スタジアムのピッチに立ち、皆さんと一緒に戦えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。神田さん、お集まりいただきありがとうございます。去年は特別指定選手として登録されましたが、怪我でチームに関わることができなかったので、今年は、周りからたくさんのものを吸収して成長して、マリノスの力になります。ありがとうございます。続いて小田選手です。こんにちは。去年特別指定を得て、今季加入することが決ました、戸橋健満です。ジュニアユースもそうだったんですけど、小学校も実はジュニアユースに入る前にスペシャルクラスというのでマリノスに関わらせていただいて、で大学も関東学院ということで提携先だったので、何かと本当にマリノスに僕は縁を感じているので、本当に今回はマリノスに本当に感謝していますし、もう自分の全てを尽くしてマリノスの勝利に貢献したいのでよろしくお願いします。こんにちは。初めまして、私は松井です。일단横浜マリノスへ이렇게훌륭한구단에입당해서영광이라고생각합니다。제가작년9월달부터연습생으로있었는데올해부터마리노스의가족이되었습니다。우선팀의보탬이될수있도록열심히하는게목표고，좀더높게보자면올림픽에진출해서올림픽에서한일전에서키다랑저랑같이경기장에서할수있는모습을보면팬들이기뻐하실수있게끔열심히하겠습니다。감사합니다。パク・ジョンスです。マリノスに入団することができまして本当に光栄に思います。実は昨年の9月から練習は参加しておりましたが、今年、公式的に、皆さんと一緒に家族になることができました。少しでもチームのために、力になれるように頑張りたいと思います。そして今オリンピックの予選が行われてますが、オリンピックに出て、日韓戦で、木田君と試合をすればできればいいなというふうに考えております。こんにちは。ユースから昇格しました和田正史です。昨年は西登録をしてプレシーズンマッチに出させてもらいましたが、あの時は得点することができず、自分のプレーもまだまだ半分も出せていなかったので、今年は、見ている人たちがワクワクするようなプレーをしてみせます。お願いします。こんにちは。ユースからしました遠藤健太です。小さい頃から憧れていたクラブの一員になれて本当に嬉しいです。今日僕も小作駅から歩いてきたんですけど、とても寒くて皆さんも寒いと思うんで、ちょっと一
発芸やろうかなと思うんで私と一緒にやるって一発芸やります。笑ってください。それではご来場の皆様、これよりフォトセッションを行いたいと思います。